様子なんですけど、はい、一応血液とそれからレントゲンと心電図なんですけどね、はい、まず血液でね、はい、ちょっと腎臓が少し弱くて、お水でもさ飲まないって言ってましたね、うん、あんまり飲む量が増えたってことはない、飲む量が減ったのかなって、うん、分かりました。これ前っていつなの、これ日にち5月の、いつの話これ5月の20日19年の5月20日19年、1年ぐらい前に血液取ったやつですね、はい、その時と比較するといいんですけど、まず電解質のバランスを見るところでね、ナトリウム、カリウム、これ、まあ、ここは一応正常範囲にありました、はい、でここがですね、腎臓の機能を見るところなんですけど、このクレアチンがちょっと上がってるんですよ、はい、前は正常でしたけど、はい、ちょっと腎臓の機能が弱ってると、はい、まあでも多分ステージ分類すると1ぐらい、でも1でもね、腎臓ってですね、2つあるじゃないですか、はい、ウサギさんじゃないんで申し訳ないんだけど、このクレアチンで分類するんですけど、はい、ワンちゃん、猫ちゃんはこのクレアチンですきっちりステージ分類されてます、はい、でもウサギさんはまだそういう数字はないんですよ、はい、だけどまあ 1.27 としたら猫で 1.6 からステージ2、ワンちゃんで 1.4 からステージ2、まあ、だからまあどちらにもここですわ、はい、ステージ1だと思います、はい、まだ本当は元気なはずです、腎臓病だけなんだったら、はい、だけど腎臓自体はもう半分以下になって、2つあるうちの、ね、50% か 33% ぐらいしか機能してないってことになりますね。そういう慢性腎臓病が始まってるじゃないですか、血糖値ちょっと高いと、これはですね、まあストレス、血液取る時に抑えなきゃいけないから、そういうストレスって高い、前も高いもんね、続いて肝臓の働きを見るとか GPT、GOT、LP、ビリビリ、正常範囲にはまってましてね、タンパク 6.8、今一応正常、アルブミンが6以上、まあ、お前も6以上なんですけど、6までしか測れなくて、おそらく高いと思います。これは脱水があるということです。でカルシウムは 14.4 正常です。コレステロール35、中性脂肪68、正常範囲です。から次、血液粒寄生虫はないと。PCV では血液の中に何パーセント赤血球があるか、42% あるから、まあいいと。白血球の数が5500、正常です。ただこれ数は正常なんだけど、内訳は正常じゃないです。でここからここはまた肝臓の働きを見るんですけど、黄疸は出てないと、これは気にしないでください。アンモニア、GGT、正常です。肝臓は割といいんですね。リン、これは腎臓がさらに悪くなると上がってきます。ステージ3超えてくると上がってくると言われてるんですけど、まあ正常でした。CPK、これも正常。これは筋肉とか神経が弱ると上がってくると。まあ、割とだから数字的にはまあ正常範囲なんだけど、このクレアチンだけちょっと気になるかな。ガーッと次に白血球ね。数は正常だって言いましたけど、内訳は正常じゃないです。偽好酸球って言いまして、これ、炎症があると増えてくるんです。偽好酸球で。まずは正常ね。リンパ球がウサギさんは80から 70% が正常。で、偽好酸球は20から 30% ぐらい。それが正常なんです。これがノーマルですね。そうすると、偽好酸球がさ、56% ありますよ。多いと。で、これがどういう時に増えるかっていうと、炎症がある時に増える。で、リンパ球が80から 70% だけいけないように少なくなっている。これはリンパ球が下がるというのは、体調が悪い、病気がある、ストレスがかかっているということですね。で、今度、短期。これは普通ほとんど出てこないんですけど、これは慢性の炎症があると、出てきます。だから、数は全然正常なんだけど、内訳は全然正常じゃないということ。要は炎症反応が出ているということですね。それが以上です。次、赤血球の数は721万。これは正常範囲ですね。赤血球の形をこれで見るんですけど、大きくて青く染まるのが100のうち1個ぐらい出てほしいんですけど、ちゃんと出てました。血小板、これは増えてます。血小板は炎症があると出血するから、それを止めようとして増えるんですけど、だから炎症で、それ、まあ、体はね、対応してるんだとは思うんだけど、そういう所見が出てました。で、続いて